カルマの法則。皆さんはご存知ですか？これは、良いことをすれば、自分にも良いことが返ってくるという法則のことです。良い行為にせよ、悪い行為にせよ、いずれ必ず自分に返ってくる、という因果応報の法則のことです。2021年2月に建てられたこのスレ。スレ主は、このカルマの法則をとことん追求したく、いろいろな実験をやって検証をしていきました。その結果、なぜか霊的存在によって、この世とあの世の仕組みを知ることとなります。最初から最後まで興味深い話が続きますが、スレ主の丁寧でわかりやすい説明もあり、スレ民たちは引き込まれていきます。ぜひ最後までゆっくりとご覧ください。それではどうぞ。因果応報の法則から知った、あの世とこの世の仕組み。必要不可欠な法則に、人生180度変わる予感。以前からカルマの法則の実験をしていて、寄付を続けていました。初めの頃は、収入が増えるという形で結果が出ています。ただ、誰でも収入が増えるわけではないのが、その後に分かっています。次第に、貯金ゼロまで寄付してみたらどうなるかに、関心を持ち始めました。やってみた結果、妻から罵倒されたものの生活は問題なかったのですが、なぜか霊的存在によって、この世とあの世の仕組みを少し教えてもらいました。需要があるかわかりませんが、このスレでは、霊的存在から教えてもらえた知識について、質問のある方はご質問ください。こういった掲示板を使うのは初めてで、何か無礼がありましたら、ご遠慮なくおっしゃってください。よろしくお願いいたします。ちなみに、僕が検証していた、カルマの法則について補足いたします。ご存知の方も多いと思いますが、カルマの法則は、端的にお伝えすると、自分のしたことが、自分に返ってくるという法則のことです。例えば、誰かの悪口を言って、それが自分に返ってくる場合でお伝えします。悪口を言う。矢印悪口を言われやすい人格になる。矢印その人格により意識的、無意識に誰かを傷つける。矢印、その相手から悪口を言われる。という流れで、カルマを回収するケースが多いです。逆に、誰かを褒めた場合では、誰かを褒める。矢印人からよく言われやすい人格になる。矢印その人格により意識的、無意識に誰かを喜ばす。矢印、その相手から褒められる。という流れでカルマを回収しています。僕の場合では、良い行為によるものもカルマと呼んでいます。本質的に人の行為には良し悪しが存在していないため、良いカルマと悪いカルマというように分けていません。こうした流れをカルマの法則と呼んでおります。ただ、カルマの法則には拡大作用があって、ただ同じものが返ってくるわけではないと考えています。人に与えたものが誰かの役に立つと、それ以上に、価値のあるものが得られるという部分もあると考えています。ちなみに、その逆の、人に与えた悪い影響が、自分に大きくなって返ってくるか？という点に関しては、正直、拡大作用はあまり見受けられないように感じています。逆に、少し縮小していると僕は考えています。そこに、カルマの法則が、愛の法則とも言える利点があるかもしれません。ただ、こうした法則は、凄まじく広く深いものなので、僕にわかることは、わずかだと思います。何せ、僕自身がそれほど立派な人間でも何でもありませんので、この掲示板の方とのやり取りを通して、僕自身も考えを深めていきたいと思っています。めっちゃ気になるスレですね。主さんの話が聞きたいです。そう言っていただけて嬉しいです。僕自身は本当に大した人間ではないのですが、少しでもお役に立てたらと思っています。それで、誰しも、心の内に無限の知恵を持っているようです。人々はこの世で出来上がった人格で、暮らしているのですが、その人格を払拭する道のりで、無限の知恵が湧いていくようです。人は生まれると、親から肉体の遺伝子による性格、後天的な環境により人格が作られるのですが、やはり親や環境の影響により、できた人格は仮であって、真の自我とも呼べるものがあります。カルマの法則は、その自我へと到達するため、理解する必要のある法則、とのことです。人は自分のしてきた行為の影響が、人格として反映されていますが、この世を去った後、人格にふさわしい世界に落ち着くことになるみたいです。良いことをしても、物質的に豊かにならない場合も多いですが、それは人格という形で留保されていて、この世を去った後に、大きな報いを受けることになる、とのことです。
逆に、良いことをして、物質的な還元がなければないほど、良い人格が作られやすいということでもあります。ただ、この世にいる時点においても、良い行為によって優れた人格を作るほど、霊的な力が高まったり、様々な恩恵もあるようです。イッチさん、このスレでは霊的存在から教えてもらえた知識について質問のある方。って言ってますが、その霊的存在というのは、単体なのですか、それとも複数の霊的存在から、教えてもらっているのですか。また、その霊的存在とは、どんな霊的存在でしょう。この世にも様々な人がいますが、霊界はさらに幅広く様々な存在があろうかと思います。その幅広い霊的存在の中で、どのような位置の存在なのでしょう。このような質問を、初めの方にいただけてよかったです。霊的存在は複数からなるものなのですが、基本的には、僕自身の実体、霊体によるもののようです。この実体、霊体は、この世においては、神話や潜在意識と呼ばれることが多いです。奇妙な話かもしれませんが、この世の自分とあの世の自分は別存在であり、この世の何らかのアクションにより、実体に近づくことが可能、とのことです。便宜上、霊的存在と表現させていただきました。それで、おっしゃる通り、霊界にも様々な存在がいるようです。僕の人間的自我では、到底把握しきれないほど、様々な存在です。ちなみに僕の実体に関しては、どういう位置づけなのかは、伏せた方が良いと実体が判断しているようです。というのも、霊界としては、人間が物を多く所有している人間を、称賛しやすいのを懸念しているのと同様に、霊格といった尺度で判断されることも、懸念しているからのようです。なぜか、このように書くと、すごいように聞こえるかもしれませんが、全然そんなことはありません。霊格という尺度に限定して判断するなら、僕の実体よりもはるかに霊格の高い存在は、星の数よりも多くいます。1から読ませていただきました。とても興味深いです。寄付以外には、世のため人のために、徳を積むということですか？このご縁をいただけて本当に光栄です。ご質問、感謝いたします。どうやら、人間が精神を進歩させるためには、おっしゃる通り、徳を積むという視点と、あともう一つ、精神的欠点の克服、という視点が大切なようです。徳を積む場合では、誰かに貢献することが、大切になります。この場合、本質的に人を助けられるほど、精神の成長につながるようです。本質的とは因果関係の上に当たる物事のことです。風が吹けば桶屋が儲かる。という言葉にあるように、風に当たる部分の善行が大切になります。例えば、大病した人に、空薬を渡すのも素晴らしいのですが、空薬は対症療法にしかならず、副作用も出ることがあります。この場合では、大病しない体質を得るための方法を伝える方が、貢献度合いが高くなると思います。さらに言えば、大病とそもそも縁がなく、体質を強化する必要もない状態を作る方法を伝えられるなら、さらに良いです。シャンパンタワーの一番上に、シャンパンを注ぐように、そこを抑えると、全体に波及するポイントであればあるほど、貢献度合いとしては大きくなります。ただ、病気のことはあくまでも例えで、病気は悪いものではなく、長期的に見ると、かえって病気により精神の向上につながる場合が、非常に多いこともご了承ください。貢献のための最も日常的にできる方法が、祈りです。というのも、人間の想念はあらゆる現象の起点、とまでは言えないものの、かなり上位に位置するものです。ですので、良い想念を意識的に発することが、高度な貢献方法だと思います。そのためには、身近な人の幸せを祈る時間を、一日に取り始めるのがおすすめです。神仏に祈るよりも、はるかに家族や仕事の同僚の幸せな顔をイメージして、〇〇さんに幸あれといった形で、祈る方が良いでしょう。真の神仏は、自分が祈られるよりも、その人が、周囲の人の幸せを祈れることの方を喜びますので、寄付をする場合では、これらの祈りを日常に取り入れながらやる方が良いと思います。寄付先などによるカルマの関係については、後ほどの回答でお伝えいたします。次に、精神的欠点の克服についてです。人間が親の影響によりできた人格には、様々な個性があります。消極的な性質であったり、楽天的な性質であったりです。これはその人が属する霊界の実態とは別である、仮の個性です。仮の個性から抜け出す過程で、人間は精神が成長していきます。
ですので、現状、自身が性格的に苦手なことに取り組むことにより、精神の成長が起こります。幸いなことに人は、人格的に少々苦手な人、仕事、状況に出会うようになっています。多くの場合、育児においてすらも、楽天的で放任主義な親であれば、しっかり、関わらなければ、うまく育たないであろう子供が生まれてきます。人間はあらゆる局面において、人格的に少々苦手なことを乗り越えることで、より良い結果をつかむことができるように、人生が組まれます。能力において苦手なことに取り組むのとは違う、という点にご注意ください。また、より良い結果とは実体、霊体において、より良い結果のことを指しています。特に、不安な気持ちを感じたら、その不安に逆らう行動を取る方が良いでしょう。今後、この掲示板でもテーマに上がるかもしれませんが、良い行動かどうかを探る場合、動機の分析が大切になります。不安に流されて成長できるなら世話はなく、やはり、不安に逆らう方が、成長度合いは大きくなります。他には、面倒くさいなどの気持ちが湧いた時も、やった方が良い指標の一つだと思います。もちろん、この指標が全てに当てはまるわけではないのですが、より正解を引きやすくなる十分な尺度だと思います。カルマの法則で、良いカルマ、苦毒を積むにしても、どんな対象に寄付するかで、苦毒の代償があるよね。場合によっては、苦毒どころか悪業になる場合もあるし、その辺はどう認識されてますか？おっしゃる通り、寄付先が大切なのは間違いありません。真剣に検討する必要があります。寄付というと宗教が思いつきますが、残念なことに多くの宗教組織が、自分の元にお金をかき集めるばかりで、世界の本当にお金が必要な人へ行き渡らないようです。ですので、多くの場合、宗教組織は寄付対象として適切ではないと思います。真の意味での宗教組織は、自分の元にお金を集めず、信者に対しては、困っている人のためにお金をどう使うかを考えさせ、自由に使ってもらうことで、世界全体にお金を行き渡らせようとするものです。だからこそ、真の宗教というのは、組織になりにくく、人々の心に良い影響だけ残して、消えていくことが多いのですが、ただ、真剣に検討した場合では、どの寄付にも失敗は存在していません。仮に、その宗教組織が、世界に悪と見られるような存在だったとしても、寄付した本人への悪い影響は、極めて限定的です。日常的に使う雑多なお金よりは、精神の成長にとっては、プラスになっています。ある程度、寄付の実践ができていた場合、精神的欠点の克服につながるお金の使い方の方が、大切になる場合も多々ありますが、やはり人間が持つ仮の個性というのは、人間的ですので、お金を人のために使う、という行為を恐れます。そのため、それを果敢にできる人の方が、実態に近づきやすいという側面があるようです。寄付先について具体的にお伝えすることは、やめた方が良い、と、実態は判断しています。ちなみに、現状、多くの寄付先は、完全に清廉潔白とまでは言えないのが、実情だと思います。特に、多くの人が知っているような、慈善団体は真っ先に汚れてしまいやすいです。ただ、この掲示板をご覧になっている他の方にもお伝えしたいのですが、汚れている慈善団体だけを責めないでください。というのも、テレビが視聴者の見たいものを映すことで、視聴者の精神、カルマを、反映するように、多くの人が認知するものは、多くの人の精神を反映した結果、相応のものになってしまったに過ぎません。ですので、誰か悪いように見える人がいたとしても、悪い組織があるように見えたとしても、責めないことが大切だと思います。ちなみに、寄付先に少し問題があった場合、自身の成長とともに、寄付先に関する悪いニュースが飛び込んできたりして、別の寄付先を探すように導かれることがあります。いずれにせよ、より良いことにお金を使える限り、より良い使い方をするようには、導かれることになります。特に、先ほどの方への回答にも出た、周囲の人への祈りを日常的にできるなら、精神の成長が起こりやすいので、良い寄付先に出会いやすいと思います。この回答の最後にお伝えしますが、寄付による実践は強力ですので、やればやるほど、強い生み出し現象が起こると思います。過去に蓄積した偏見や盲信などが、バツバツ解除されるような、強烈な出来事が起こります。おそらく多くの人は、こんな苦しい思いをするなら、寄付なんてしない、と、思いたくなるようなものかもしれません。寄付による収入増加は多くの場合、
きっかけとして、人参をぶら下げているに過ぎないことが多いです。ある程度、今回のように知識を持っている人が実践すれば、精神の成長を阻害する要因を、取り除く方向で良い影響が出てくるでしょう。生み出しと表現していますが、その実態は、精神の成長が加速しているに過ぎません。ですので、寄付による実践が有効なほど、精神的欠点を克服せざるを得ない状況に置かれることが多いです。主体性に乏しい人は、自分で考えなければ、うまくいかない状況に置かれ、苦しみながらも、力強い自由意志を得るでしょう。孤独に弱い人は、孤独な状況に置かれ、苦しみながらも絶対的な精神の強さへと近づくでしょう。ありがとうございます。イッチさん、もしよろしかったら、LINE のオープンチャット等でも、お話しして聞かせていただけないでしょうか。人生34年、自堕落怠惰不誠実な人間でした。暮れに母を亡くしてから、罪の大きさや、今までいただいてきたものの尊さ、ありがたさを痛感し苦しみながら、手探りで一つずつできることをやっているところです。毎日遺骨と共に度胸をし母を、亡き親族を思っています。叶うならばまた母の子供として生まれたい、やり直したい。叶わなくとも、今生をしっかりと生き抜いた暁には、また母と会いたいと願っております。肉体亡き後の人々はどうなるのですか？辛いお気持ち察するあまりあるものだと思います。お母様は素晴らしいお子様を育てられたのだと思います。育児はあらゆる仕事の中でも大きな仕事です。それで、あなた様はご自身で思われるほど、罪の大きい方ではないと思います。怒りっぽい人がそれを悪いと思わないよう、奥に優しさを持つ人だけが自分の怒りっぽさを、良くないと認識できます。同様に、あなた様は罪深いと認識されている部分を、凌駕するほどの愛をお持ちだと思います。過去の至らない部分も、長期的に見ると、必要だったことなどが、精神成長の過程で、見えてくるかもしれません。それで、人間が肉体の多死を迎えた後は、その人格にふさわしい世界に行きます。その人の霊的目覚めによるのですが、多くの場合、手厚い導きがあります。この世の聖王へ霊界に入った後、お母様を思うのであれば、必ず会うことができます。ただ、執着が強すぎることで、精神の成長が阻害されている場合、法則により、会えないこともありますが、そうでなければ必ず会えます。どうしても、この世で霊界を説明すると、霊というぼんやりしたイメージの言葉を使うことになってしまうのですが、実際は別の世界と称した方が良い世界が、無限に存在しています。そこから見ると、この世の方がぼんやりしていて、様々な制限のある過酷な世界です。僕がよくお伝えしている、人格にふさわしい世界についてお伝えすると、おおらかで共感力に長けている人であれば、おおらかさが反映されたゆとりのある街で、さらに共感力に見合い、多くの人と自由に楽しい時間が取れるような場所に落ち着きます。心優しい人が落ち着く場所は、おおよそ、この世よりだいぶ美しいのですが、この世でできた自我にとらわれている場合では、多死後の滞在先は、少し地球寄りの文化にとどまると思います。無限の世界が存在する、という言葉は、すべてがあるということでもあります。宇宙に届くような山脈、12億大陸、巨大な竜、人間が想像するものの、ほとんどは実際に存在しています。逆に言って、人間はあの世に実際に存在するものしか、想像するのは難しい事情もあるようです。実を言うと、僕自身もあの世の世界を詳しく知りたいのですが、人間的自我には、知覚すらできないことも多いのと、素晴らしいと話しすぎると、この世に問題をきたしてしまう関係で、人間的自我の僕には、明かされないことが多いです。人間的自我が知覚できないというのは、あの世にはこの世には存在しない色や、この世では存在しない形態というのが、多々あるためです。ただ、僕にわかるのは、この世で精神年齢を上げるほどに、より大きな感動と自由の世界が得られるということです。ありがとうございます。たまたまこのスレを見かけて開いて、イッチさんに会えたのも、きっと導きあってのことだと感じてます。心から感謝しています。この気持ちと母への思いを胸に、今日は床に着きます。イッチさんもお体ご自愛ください。またよろしくお願いします。わざとが生きがいな人の幸せを祈ったりしたら、こうかって豪なんでしょ？そういえば、霊界にいる神様と会ったことありますよ。嫌いな人の幸せを祈る場合の効果については、多くの人が疑問に感じるところだと思います。結論から申し上げると、
嫌いな人の幸せを自然に祈れるようになるほど、その人は、実体に近づくことが可能だと思います。もちろん、それは簡単なことではないと思います。心理的には苦痛を伴いますし、悪い念が吹き上がることもあるでしょう。祈る思いが表面を滑っているだけのように感じると思います。それでも、嫌いな人の幸せを祈った影響は、未来にまで波紋を広げ大きなものになります。それで、嫌いな人というのは必ず、自我の個性や精神構造と関係があります。幸せを祈りつつ、嫌いな人が持つ個性と、自身の個性を照らし合わせて、出会った意味に考えを巡らせることができれば、理想だと思います。嫌いな人と自分の関係には、様々なパターンがあり、一概には言えないのですが、多くの場合、人格上の欠点が、本質的に似ているのと、自身の精神構造を投影された結果、の二つが多いです。この二つは相関していますので、まとめてお伝えいたします。例えば、自分の主義を押し付けてくる人物が嫌いな場合、その人は、こうあらなければいけないと、自分自身に何かの主義を無理に押し付けているケースが見られます。相手は人に対して、狭い考え方を押し付ける欠点があるが、自分には、自分自身に狭い考え方を、押し付ける欠点があるという点で、欠点が本質的に一致します。もちろん、人に押し付ける方が、欠点としては大きいのですが、この世においては、大きい欠点を持つ人が、それよりは小さい同様の欠点を持つ人に、ちょっかいを出すことで、精神の成長が促進されるということが多いです。認めたくはないですが、嫌いな人が持つ性質は、潜在的性格において、同様の性質が少しばかりあります。環境さえ違っていたら、同じことをしていた危険性が自分にまだあるという点で、嫌いな人を通じて、潜在的性格が直されたりします。このように、自身の精神構造が、世界に投影された結果、様々な人と出会うことが多いです。他の例では、学歴がないことに罪悪感を持つ人であるほど、その罪悪感が具現化したように、学歴がないことで馬鹿にされたり、損をしたりなどの経験をしやすくなります。これはカルマの解消過程でもあり、その罪悪感の根源を超え、より真実に近い見識を身につけるため成長へと導く法則の一つです。学歴の罪悪感は学歴がないとダメだ、といった偏見と盲信から生まれています。嫌いな人物にはこうした要素が含まれていて、偏見と盲信が解除されるほどに、嫌いな人物と縁がなくなるか、そもそも嫌いではなくなっていきます。さらに精神を成長させていくと、その欠点まで可愛く見え、子供のように見えるようになったりします。身近な人への祈りの習慣そのものに、精神成長効果がありますので、偏見と盲信があれば徐々に解除されていき、多くの人を許しやすくなっていく傾向があります。嫌いな人を祈る、というのは苦しいものですが、双方の未来を大きく改善する良い方法だと思います。このようなことを語っていても、僕自身は霊界の神々に会ったことがありません。ですので、とても羨ましいです。才能は人それぞれ違い、優れた性質を持った人がたくさんいるものだと思います。主さん、詳しいお話をありがとうございます。少しずつですが、嫌いな人の幸せを祈っていこうと思います。結果的に自分の成長につながり、他人に愛を持って生きれるのなら、こんな良いことはないと感じました。おっしゃる通り初めは大変でしょうが、これからも主さんに色々教えていただきたいです。なんか、こちらの内面を、見てるかのようなレスだなと思いました。すごくありがたいです。自分は神様に会いましたが、この世の仕組みとか何も教えてもらってないです。強烈な愛の波動を与えてもらいました。あと、何のために生まれてきたとかですかね。私の師匠、仏教ベースの霊能者の考え方にすごくよく似てるな。寄付によって強烈な出来事が起きるのは、多分サットバが強まってるからだね。ただ、私の師匠は寄付と伏せを分けて考えていて、スレ主さんの行いは、寄付というより伏せに近いね。伏せは見返りを求めない利他心っていう意味だよ。素晴らしいことを教えていただきありがとうございます。サットバという言葉を聞いたことがないので、調べてみました。知性などを含む愛の象徴の言葉なんですね。おっしゃる通りだと思います。この世では優しい人の方が苦労するケースも多いのですが、心の許容範囲が増えるほど、多くの困難を乗り越えざるを得なくなったりすることがあります。サットバが強まっているのかもしれません。伏せという言葉は利他心まで含めたものなんですね。教えていただき感謝いたします。
興味深いお話をありがとうございます。私の場合は精神的成長になる経験の他に、体にも影響が出ます。スレ主さんは体への影響はいかがですか？また体への影響についてどのような解釈をされますか？もしご意見を聞かせ願えましたら、幸いでございます。皮膚に関しては、僕自身も体に影響を受けています。これは精神の成長に従って、必要な影響だと思います。以前、他に数十名の方と実践したことがあるのですが、多くの人に体への影響が見られました。体の変化かはわかりませんが、精神の成長で一番大きいのは、性欲への変化だったと思います。異性に性的イメージを極端に持ちづらくなりました。同性を好むようになったわけではないのですが、以前の僕を考えると麻薬の変化なので、実践を始めた6年ほど前、すごく驚いていました。他には、何かへの執着が増した時に、目の痛みが出る。情報制限をした方が、良い暗示として目に痛みが出て、そもそも情報を閲覧できなくなったり、など、僕は目に関わることが多かったです。こうした症状は多くの人に見られますが、精神の成長により出てくる症状の場合、精神的欠点の克服にダイレクトにつながることが多いと思います。ただ、大なり小なり、様々な病気は、精神的欠点を克服するために現れているか、そもそも精神的欠点、精神の性質が、体に投影された結果、症状として現れていることが多いです。これはどのように書いても批判される内容だと思うのですが、あらゆる病気には意味があり、必ず、その人の精神の向上に意味を成していると僕は考えています。実を言うと、肉体的に問題を抱えている方が、精神の成長が早いという側面もあるようです。肉体に問題のない A さんの努力、肉体に問題のある B さんの努力、肉体に問題のある D さんの努力の方が、精神に実りが起こりやすいのです。そのため、精神的欠点の克服の他に、その人の努力をより実らせるために、病気が引き起こされるケースもあります。さらに同時に、たくさんの前世や来世まで含めた、その人ごとに入り組んだ事情も考慮された結果、病は起こってくるものだと思います。ですので、良いことをすると病気にならない、悪いことをすると病気になる。と一概に言えるものでないのは確かでしょう。肉体が元気すぎると落ち着いていられなかったり、元気すぎると肉体本能が強くなり、支配欲や攻撃性が高まる人もいます。精神を向上させる意志の強い人に対しては、精神の状況に合わせ、その人に合った導きがなされています。ありがとうございます。勉強にさせていただけましたら嬉しいです。クソラロタラララ。笑っていただけて嬉しいです。貯金ゼロにして妻に怒られたのは、僕自身も自分で笑えるエピソードです。今、軽度知的障害プラス自閉症の女児の育児に取り組んでいるところなのですが、当時、1歳か2歳ぐらいの時に貯金をゼロにしましたので、それはもう妻から罵倒されました。奥さんの立場からすれば、誰でも罵倒したくなると思います。当時の僕は、霊的な法則に対し、経済的な保護がどこまで効いているのかを知りたくて、その保護を突き破るつもりでやりました。結果的に、奥さんに貯金があることが判明したものの、今考えると、こうした実践は最善とまでは言えないものでした。当時の僕に戻れるなら、祈りと瞑想を中心にしつつ、寄付を動機の健全さに合わせて、行えてたらいいなと思っています。とはいえ、寄付に関してやりすぎたことは、間違いとまでは言えないものでした。その結果、貯金よりも実体のある法則に、安心を感じられるようになったので、ただ、寄付のみをやりすぎるのは、おすすめはしません。精神の欠点を克服する努力、人のためになろうという思いは、貯金よりもはるかな成長と、安定をもたらしてくれることがわかりました。精神の学習速度を早めるため、苦難困難を与える人生設計がされてる、みたいなことはスピでも言ってるね。実際そういった刺激、ストレスがあるからこそ、それを乗り越えようとして、自ら鍛えて進歩するわけだしね。逃げてしまうケースも多いが。レスをいただき本当にありがとうございます。おっしゃる通り、精神の学習速度を高めるため、人生上で困難が与えられる、とスピリチュアルにおいてよく言われますね。困難を乗り越えることで、永続的な価値のあるものを得られる、というのは、主要場であるこの世の特徴だと思います。僕自身、とても驚いたのですが、この世では、価値の高いものほど得られやすいようです。特に、本人が求めさえすれば、真に価値あるものなら、得られます。ただ、
この世においては、価値のあるものに注意を向けるのが難しい。という、側面があるようです。困難を避けて通ることを願いがちですが、実際は、困難が来ないことよりも、困難に見舞われると歓喜してしまう、強い心の方が価値があります。困難が来ないこと、弟不良になれば、弱くなる一方ですが、強い心が得られると、困難から真の意味で自由になり、未来には成長する一方になるため、本質的には、困難を意味返さない強い心の方が価値があります。それで、導き手としては、価値のあるものであれば得てほしいと思うので、強い心が確実に得られるであろうルートを用意してくれます。人間としては願望が叶うことを望むのですが、実際は、願望が叶わなくても、不動でいられる強い心を得させようとする、導き手のジレンマが往々にしてあります。本人が望むことさえできさえすれば、早くそれが得られますし、その道のりの困難さも、急減していきます。僕たち人間の立場としては難しいかもしれませんが、価値のあるものを見定め、それを望むということが、最も大切なのかもしれません。特に、精神年齢が上がったことで、実体の影響が人間的自我に影響が及んでいる人であるほど、千年から十万年といった、遥か先の未来を見据えた上での大切なものを、この世でいるべく導かれています。心優しい人の方が願望実現に引けを取りやすいですが、その実、長期の未来において、素晴らしいルートを歩んでいることが多いです。ご丁寧にありがとう。これも議論し始めると、なかなか尽きないテーマではあります。私の現段階での考えでは、あなたが修行場、と表現した我々が、五感で感じているこの世界は、所詮は有限世界。一方、我々の意識は無限であり、無限の可能性創造性を秘めています。有限の世界でどこまで有限のもの、ことを求めても、所詮は無限の意識のほんの一部を刺激しているに過ぎず、我々の無限の意識全体を満足させることはとてもできないように思います。有限世界に焦点を当てるのでなく、無限の自分の意識そのものに焦点を当て始めたとき、初めてそこに自分の広大な可能性と、素晴らしいエネルギーを感じ、自分の正体を垣間見れるように思います。本来いつだって我々は無限の意識に焦点を当てられるはずですが、肉体をまとっている現段階では、どうしてもこの有限世界を凝視し、囚われがちではあります。思うようにならない有限世界を、何とかしようとこだわってしまいます。常に無限の意識に焦点を合わせながら、この有限世界でベストを尽くそう。そう言い聞かせているのですが、頭ではわかっていても、ここぞという時に、あまり実行が伴っておりません。わら、一歩一歩歩んでいくしかないですね。ただ、この有限世界、あなたが言う修行場、ですが別すれにもありますように、この世のすべては自分の投影だという世界観、がスピではよく語られます。自分が見ているこの世界は、自分の心を映し出す鏡に過ぎない、つまり、自分が見ている世界は、自分専用の修行場ということです。しかし、それは所詮はスピ情報。自分で確かめた情報ではありません。ブッダが言ったように、信じるな。疑うな。自ら確かめよ。自ら実証し体得できない間は、たとえ先人の言葉であっても、未確認情報に過ぎません。自分なりに確かめていくしかないと思っております。しかし、自分が見ている世界を長年観察した結果、自分が見ているこの世界は、やっぱり自分用にカスタマイズされた世界では、自分の意識に合わせて常に自動生成、自動更新され、主要キャラクターが配置され、自分のために演技してくれてる世界では、SF でいうところのタイムライン、そのタイムラインにいるのは、実は自分一人では、自分が見ているこの世界は、一種のネットゲームのサーバーみたいなもので、実際には自分一人がプレイしているフィールドであり、残りの登場人物は、別世界からやってきたアバターでは、という結論に達しかけております。笑い。ではまた、もう一言だけ。一騎さんの発言も素晴らしいです。そしてネットや書籍でも、素晴らしい情報が本当に多く出回る時代になりました。問題は、その情報に触れている時だけは、非常に気持ちよく、あったかいエネルギーで満たされるのですが、多忙な日常に舞い戻ってしまうと、またもや生活に日々追われる小さな自分になってしまいます。講演会で良い話を聞いたり、ライブで良い音楽を聞いたりした時は、元気いっぱいなのですが、日常に戻ると、さっきまでの元気はどこへやら、元の自分に戻ってしまいます。知識や情報は玉石混合でネットに氾濫しておる現代ですが、あまり情報ばかり追っておると、自分の無限の意識に焦点を当てることなく、ただのスピ情報コレクターになってしまいがちです。以上、全部自分のことです。
わら。素敵な情報を本当にありがとうございます。岡清さんについて知らなかったので、とても参考になりました。人生を夢として考えられれば、生き方も随分変わりそうですね。感銘を受けました。おっしゃるように、この人生は実はタイムライン上、自分一人なのでは、と考えるとき、僕もあります。僕自身も常に自分の考えを疑っていて、違う真実が無限にあるんじゃないかって思ってます。そうあってほしいなっていう気持ちが大きくて、この世を超えた世界に思いを馳せています。様々な情報を得てきたこと、それも含めて、未来には報われると思います。もしよろしければ、また、何かあれば、教えていただけたら幸いです。いえいえ、こちらこそ。イッチさんのカルマの法則についての話、面白いですので、続きを楽しみにしております。では、私の母は5年前に妹を自他非で、2年前に母親を癌で、それぞれ送り出しています。すでに自身の身内はいなく、母方の家系は途絶えてしまいました。田舎に残された多くの土地や家屋の整理も抱えたり、進行性の病もいくつか抱えてました。それ以外でも友人の人生の困難や、苦節にも耳を傾け、胸を貸し一緒に悩み泣いたり、夫の高齢の両親のことも身を削って助けていました。そんな母は生きながら高みへ到達し、下脱をしたのでしょうか？母の他日後2週間か4日経った頃、昼間にリビングでうたた寝をしたところ、母と会いました。場所も今自分が寝ているリビングで、母もいつもの服装と佇まいでした。しっかりと五感で母を強く感じ、言葉のやり取りもしました。母がお別れだねと囁いた直後に、目が覚めたのですが、この最後の言葉はやはり別次元へ向かう前に、私に会いに来てくれたと考えていいのでしょうか？とても美しいお母様ですね。この世における真の成功者になられたのだと思います。僕の実態がお母様の情報を得ているか、またその情報が僕に開示されるかはわかりません。そもそも、相手の個人情報が開示されているのかすら、僕にはいつもわからないのですが、ただ、それだけ鮮明に姿を現し、やり取りができたのであれば、かなりの自由を得ている証だと思います。ひとときのお別れの挨拶をされたその後、地球圏のかなり高い層の世界にまで、到達されたのかもしれません。あるいは、地球圏とは別の世界に、転生された可能性もあります。いずれにせよ、この世で霊性を向上させられれば、未来にお母様に会いやすくなると思います。イッチさんの温かさにとても救われます。ありがとうございます。現時点での人間の都合で言うと、私自身の脳内で勝手に作り出した幻覚、いわゆる明晰夢の一言で、片付けられてしまうものかもしれません。ただ、それ自体が別の次元で確かにあり、今の普通の人々には交わることも、理解することもできないだけのものではないかと感じています。引き続き、日月を精進します。ありがとうございます。僕の回答に感謝の言葉をお寄せくださる方々へ。僕にはもったいないお言葉、本当にありがとうございます。とても嬉しいです。ここでお伝えする知識は僕のものではなく、たまたま僕を通じて出ているに過ぎません。尊敬の対象としてふさわしいのは、今なお自我を克服しようと頑張っている人たち、僕よりも危険地域で人を助けようとしている人たちだと思います。どれだけ立派なように見えても、やはり一人の意見です。僕の意見も人生のジグソーパズルのピースの数個分でしかありません。現時点では僕の意見もお役に立てるかもしれませんが、時には、僕の意見に反対する人たちの意見の方を聞いた方が、良い時もあるでしょう。ここに書いた知識を人に伝えたことで、そんな綺麗事、という人もいるかもしれません。そうした時に怒りの感情を感じたのであれば、くれぐれもその人の意見を軽視されないようにしてくださいね。というのも、事実、処世術や実務的な知識もその人にとって必要だから、その言葉に出会っています。多くの場合、感情が動かされる度合いに合わせ、その言葉を参考にした方が良い度合いは高まります。善行はその人に実務的な知識が必要であれば、それらも徐々に与えてくれるものですが、やはり反対意見を聞ける柔軟さも、精神成長に大切になると思います。人生は一人の意見のみを参考にしたところで、クリアできるわけではありません。僕の意見を重視していただけるのは嬉しいのですが、僕以外の意見にも、必要なものは様々あると思います。周囲の人、自我を抜けそうと日々を生きている人こそ尊敬、崇拝の対象にするのが、理想だと思います。そうすることで、
世界は素晴らしいものになると僕は考えています。カルマの法則に疑問を感じる瞬間は、明らかに悪いことをしている人間が、幸せそうにしている物的に恵まれている、のを目撃した時ではないでしょうか。今回は資本主義とカルマの法則の関係についてお伝えします。端的にお伝えすると、カルマの法則を人間の手で再現しようとしてできたのが資本主義です。ただ、カルマの法則に比べ不完全なのが現状です。例えば、資本主義には、会社の上げた利益を配当として、株主に分配する仕組みがあります。会社に資金を与えてくれた人に、その分の利益を還元しています。同様に、カルマの法則では、自分が人を助けて、その影響により助けられた人が、他の人を助けたなら、その分まで、自分に精神成長という形で影響が返ってきます。資本主義の不完全さは様々ありますが、社会的にわかりやすい価値に投資した人にしか、利益が還元されないことが、大きな点かもしれません。空港ができたとして、その周辺の土地の時価が上がります。その社会的に必要度の高い場所に、真っ先に投資をしていた人は、利益を得られるのですが、被災地に真っ先に、寄付をした人には利益は還元されません。ここが不完全な資本主義の穴であり、完全であるカルマの法則とのギャップです。ただ、このギャップこそが、精神成長にとって、この世が最も素晴らしい点です。資本主義的には報われにくいけど、実際に人の役に立つ何か、を行うことが、精神の成長にとって良いです。カルマの法則による穴埋めが、最も大きくなります。経営者であったとしても、顧客の期待値以上の価値を提供できれば、カルマの法則により、人格が向上し高度な知恵などが得られたりします。この場合、自社の利益以上のことを考え、行動することが多いです。それで、社会的に価値が見えやすいことを多く行えば、財産を築いたりできます。悪い人がお金持ちになるわけでもなく、良い人がお金持ちになるわけでもありません。物的世界における賢さを追求した人間であれば、自然と、資産家になっていくでしょう。ただ、問題なのは物的世界における賢さを追求しすぎると、カルマの法則と反するという点です。自社が画期的なものを生み出し特許を取り、利益を独占すれば、その分まで他の会社は、窮地に陥ります。すると、その原因となった人物たちの人格に、悪影響が起こり、一例としては、他者を飢えさせたように、飢えが人格に反映され、心の不足感を物的世界で、より激しく満たそうとし始めます。ただ、この場合、無意識に奪ってしまった対象が、物的なものにとどまっている点が幸いです。この強烈な不足感は、物的世界においては、財産をもたらすことも多いですが、この世を去った後では上が投影された、前提となった世界に足を踏み入れてしまう元になります。そのため、物的世界における賢さを追求するのは良いのですが、同時に、カルマの法則を忘れないことが大切だと思います。自分の本質は世界そのものであり、世界から何かを奪えば、奪われることになるのは間違いありません。砂場で自分の元に、どうだと、砂を集めて喜ぶ子供より、他の子供に、使っていいよ、と分けてあげる子供の方が精神年齢は上です。この世におけるお金は、砂ほども実体がないものなのですが、その使い方によって、実体に大きく作用し得る可能性を秘めています。要素で発見。内容も、住人同士のやりとりも穏やかで良いし、これからもじっくり読ませてもらいます。仕事で失敗を重ねてる人間として、カルマの話は実に興味深いのでわら。そう言っていただけると僕も救われます。このスレを立ち上げて本当に良かったです。仕事の失敗は人生の失敗とは限りません。精神の成長過程では、失敗が多い方が、真の意味では成功していることが多いです。しっかり人生を生きた人には、この世で失敗が多くなる理由がたくさんあります。例えば、企業の場合ですと、マーケティングを仕掛け、人の欲や恐れを煽れば、利益を上げやすくなります。しかし、心に愛を持つ人は、そうしたやり方をすることができません。仮に、腑に落ちないながら、手をかけたとしても失敗へと導かれます。投資やデイトレードなどの投機で、利益を得るのが精神に有害である場合も、あえて失敗に導かれます。こうしたことは心に愛を持つ人の精神が、導き手によって保護されるケースで非常に多いです。他にも、精神の成長とともに、過去のやり方が通用しなくなるよう導かれることもあります。
一つのやり方や考え方に固執している場合、精神の成長に合わせ、固執していたやり方や考え方ではうまくいかない状況が作られます。逆に、一つのやり方や考え方で、物的に成功し続けてしまうのは、精神においては停滞を示します。そのため、心に愛を持つ人ほど、進歩の道を守られますので、何かに囚われていれば、失敗という形で本質的により良い方へと導かれます。ただ、進歩を加速させ、仮の自我が大きく減っていく場合、失敗も減っていく傾向もあるようです。失敗を多く経験することは、誇ってもいいことかもしれません。この世で作った傷は、未来には輝きになっていくと思います。やはり失敗を多く経験した人と、そうでない人とでは、未来の到達点が大きく変わります。またもや生活に日々追われる小さな自分になってしまいます。世俗を本気で捨てて、神とのエネルギーパイプを太くすればええんちゃう。人間社会の価値観で生きるより、神の法則で生きてみると面白いと思うよ。例えば右の頬を打たれたなら、訴えるんじゃなく、左の頬を出せってね。エキサイティングだよね。皆様がやってる上のこれがやっと出せました。クイックリプライって言うんですね。神とのエネルギーパイプって興味深いです。僕自身、寄付や善行、想念による実践は少し行ってきたのですが、世俗を離れて、瞑想などの用をずっと行ったことはないんです。そうした時に見える世界はどんなものか、とても関心があります。行によって自身の世界観想念が、周囲影響をする度合いが強まるのかな。とか勝手に想像したりしてました。育児を今しているのですが、娘は軽度知的障害プラス自閉症です。周囲の世界のことが詳しく理解できない代わりに、娘は自身の世界観を少しも疑いません。それが原因なのか娘の世界観通りに状況が動いていきやすいのですが、近くでそのパワーを目の当たりにしてきましたので、もしかしたら、業を通してそういう力が強まったり、とか考えたりしています。自分はカルマというものは、あくまで法則であって、本当は実在しないと感じてます。自我意識がそれを認識しているのだと思います。うまくは言えませんが、自分のしたことによって生じた苦しみや、困難に自我の意識が気づくことにより、自ら調和へ軌道を修正させるための宇宙、神も消えれ、あくまでも法則であり、実在するものではないと捉えます。もちろん悟った時点で当然消えますね。伝わったどうかはわかりませんが、そのあたりはどうお考えでしょうか？お読みいただき本当にありがとうございます。素晴らしいご洞察だと思います。感動しました。カルマは自身が世界に対してした行為が、自分に返ってくるまでの流れ、と僕は考えています。ですので、あなた様の、法則であって、実在はしていない、という考えに近いかもしれません。さらに、誰かを助けること、苦難を経験することでカルマが解消され、仮の自我を抜けられるあたりを考えると、カルマ、イコール自我とも判断できます。その点も、あなた様の、自我意識がそれを認識している、という考えと近いです。というのも、このスレの最初の方で、悪口を言うと、未来に誰かから悪口を言われるであろう人格自我、が形成されるところから始まる、といった趣旨のことを書いたのですが、その点からも、自我そのものが、カルマである可能性は高いと考えています。このテーマに関連していると思われるので、現時点で僕が知る輪廻転生の知識をお伝えします。何らかの形でカルマを解消すると、仮の自我が消滅し、奥にいる実体による意識が前面に出ます。これをこの世では悟りというのだと思います。ただ、奥にいる実体の精神年齢は一定ではなく、悟りには無限の段階があるというのが僕の考えです。ですので、カルマの流れは、消えていないように思います。それで、いわゆる悟った人は、この世を終えた後にどうなるかというと、地球圏を超えた世界の存在であったことを、多死後に思い出します。ややこしい話だと思うのですが、地球圏以外の世界において、年齢1万歳のエラールという女性がいたとします。一方、地球に神を悟るという男性がいて、無事、仮の自我を抜け出し、生を全うします。すると、エラールという女性の意識に、神を悟るが統合されます。エラールという女性の意識は、変わらないまま神を悟るとしての記憶が加わります。同時に、エラールが持つ地球以外の世界での、前世の記憶まで思い出されます。もはやエラールと神を悟るは同一人物であり、完全に統合されています。この場合、神を悟るがこの世を去った時点で、実体はエラールでした。
上記のようなプロセスをたどって、精神年齢という言葉通り、精神が成長するに従い実体における年齢は高くなっていきます。この世では肉体の年齢で年齢が決まりますが、真実の世界においては、精神年齢で年齢が決まります。それで、カルマに関しては、そもそもどこが発端になっているかはわかりません。永遠にわからないかもしれません。仮の自我が生まれるに至った理由は、おそらく前世、あるいは、未来にある可能性すらもあります。というのも、より高次の世界においては、人の運命は決まっている側面もあり、時間軸も、過去矢印未来と、一定ではないと思います。もはや人間的自我では理解できない領域にまで、カルマというものは踏み込んでいるので、今の僕にはわからない点も多いのが実際です。僕たち人間はかなりのレベルまで、理解できる気がしてしまうのですが、ありに人間の文化を理解させるのは難しいよう、人間の脳を持つ限りは、人間を超えた世界のことを理解するのは、不可能でしょう。おそらく、さらに高次の世界では、年齢や前世なんて概念もなくなると思います。ただ、人間を超えた世界にまで到達できるのが、僕たち人間に与えられた素晴らしい可能性だと思います。今はこんなに悪能などとは無縁に過ごされていらっしゃるのでしょうか？私は苦難にあった時は気持ちがくじけて、苦難がない時の晴れやかなモチベーションをとても保てていられないのですが、最初のうちはその感情に負けず、言い聞かせ苦難が去るまで乗り切り、達成させて、その成功体験を幾度も積む感じでしょうか。お話変わってごめんなさい。カルマについて、もしカルマが生じて苦しいのなら、苦しいと思わない精神性を身につける、という方法で乗り越える考えもあるそうです。カルマは避けられないというのが前提のお話です。ご質問をいただき本当にありがとうございます。気持ちがくじけるのは、心が弱いわけではありませんので、大丈夫だと思います。未来には、いかにご自身が強かったのかを感じられる時が来るでしょう。人生に何をなせばいいかわからないと迷う人は、自身に対する無価値観と戦っています。これは人生における最も過酷な戦いの一つの数えられるものでして、使命感や目標があって、ただ寝食を忘れ、突き進む方がはるかに楽です。これは多くの人が様々な形で経験するであろう、潜在的な傲慢さを、消すための荒行なのですが、これを経験するほど、未来が大きく開けていきます。僕自身、他者への貢献をしてはいけないと、3年ほど前から当時としては、意味不明な心実態の声が湧き起こりました。その後、情報を得ることも、誰かへの貢献寄付も含めも封じられ、日々を何もしないで座るだけで過ごすことになりました。育児だけはしていて、自営業の仕事は、中断せざる得なくなりました。なかなか過酷な日々でしたが、それでいたものは大きかったです。おかげで少しは傲慢さを減らすことができたと思います。初めの頃は、人への貢献をして、それを自信にしても良いのですが、必ず、潜在的な傲慢さを、克服しなければいけない時が誰しも来ます。自我自分による貢献に関わる心があると、より大きな貢献ができないためです。現時点では、日々、もやもやするだけに感じるかもしれませんが、あなた様は素晴らしい修行をされておられると僕は思います。そのような時の最も良い乗り越え方は、何もしないことだと思います。座って何もしない時間を多く取るようにします。ただ、周囲の人の幸せを願う祈りなどは、実践されるのは良いかもしれません。精神成長とともに起こってくる困難の性質が変化していくと思います。それで、今は困難や苦悩などとは無縁に過ごされていらっしゃるのでしょうか？のご質問についてです。精神的には苦難とは感じないのですが、物的な意味での苦難は続いています。僕の場合では、苦難の大部分は育児に関するものだと思います。僕の師匠は家の娘でして、自閉症の特徴なのか何なのかわかりませんが、親のエゴ不安、焦り、怒りが、対応に少しでも見えれば、すぐに不穏になります。ですので、娘との関わりを通じて、自分のエゴを減らし、同時に、娘の世界観により良い影響を与える、というのが、僕の毎日です。娘は外の人間にはほとんど怒らない割に、家族に対しては尋常じゃなく気難しいです。ただ、それを苦難と感じることが難しくなっていて、日々、どのように関われば、娘の未来に最高の結果を出せるか？を、心に投げかけ、潜在意識実態から、知恵を引き出し、対応していくのが楽しいです。特に、
育児は世界に与える影響が大きいですので、大きな仕事をしている実感が、日々得られて嬉しいです。ただ、人生に育児が必須というわけではありません。育児を経験しない運命を持つ人もおられ、仮に育児に似た経験が必要であれば、精神成長とともに、誰かを育てたり、見守ったりする機会が得られます。ただ、無価値観との戦いがなければ、このスレで誰かを喜ばせられたこと、一つとっても、僕だからできたとか、育児一つとっても、僕が親だから娘は安泰だなとか、ろくなことを考えなかったと思います。すると、その時点で、僕の活動は、関わる人々の進歩の足かせになってしまうでしょう。自身に対する無価値観を乗り越えた日々が、未来に世界のためになるとは、その時、到底思えないと思います。ただ、映画のフィルムを回した回数の多さ、上映回数、貢献回数が、多くの人を喜ばせられるかを決めるわけではないように、フィルムそのものの内容を、改良する期間が必要です。無価値観との戦いはそのような性質のものだと思います。あらゆる人生の戦いの中でも、かなり本質的で奥の方が、成長できる機会となっています。大変申し訳ございません。ご質問への回答が漏れていました。カルマについて、もしカルマが生じて苦しいのなら、苦しいと思わない精神性を身につける、という方法で乗り越える考えもあるそうです。という件についてです。カルマが生じても、苦しいと思わない精神性を身につける、というのは、実は、過去の僕がやっていた方法が、その一つだと思います。アフォーメーションを応用して、自分の価値観を変化させるやり方で、願望を叶える上では非常に有効でした。うまく使えばカルマを生じさせない使い方も可能なのですが、様々な人が見るこのスレで書くには適しません。結論としては、その効果の範囲は、表面の自我にしか及ばないため、その方法の重要度は高くないと現時点では判断してます。カルマが生じても、気にしない精神性を持つ人たちというのは、たくさんおられますね。ただ、僕から見ると、あなた様のような方の方が成功の道を、歩んでいるように見えます。ご返信をありがとうございます。無価値観との戦いですか？貢献もできる。お仕事を中断されるくらいですか？大きな修行でしたね。私もまた晴れやかな精神に戻れるまで、何もせず過ごしてみます。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。